日本の図像家の一例、和漢三歳図より、ザルは中国の伝説上の動物、国、馬カとも言う。猿に類するもので、人間の女性をさらって犯すという特徴を持つ。中国の本草書、本草項目によれば、猿より大きいものとあり、放牧師によれば、800年生きたザルが猿となり、さらに500年生きてザルになるとある。 本像項目では、父の名で記載されている。は、青いた猿であり、色は青黒い。人間のように歩き、よく人や物をさらう。オスばかりで、メスがいないため、人間の女性を捕らえて、子供を産ませるとある。送信機、博物誌には、ザルコクウマカの名で、以下のようにある。食の西南の山中には住むもので、猿に似ており、身長は七尺ほどで。 人間のように歩く。山中の林の中に潜み、人間が通りかかると、男女の匂いを嗅ぎ分けて、女をさらい、自分の妻として、子供を産ませる。子供を産まない女は山を降りることを許されず、十年も経つと、姿形や心までが彼らと同化し、人里に帰る気持ちも失せてしまう。子を産んだ女は、ザルにより子供と共に、人里へ帰されるが、 里へ降りた後に子供を育てない女は死んでしまうため、女はそれを恐れて子供を育てる。こうしてザルと人間の女の間に生まれた子供は姿は人間に近く、育つと常人と全く変わりなくなる。本来なら生は父のものを名乗るところだが、父であるザルの生がわからないため、仮の生として皆が世を名乗る。職の西南地方に多い。 陽の性のものは皆、ザルの子孫なのだという。このようなザルの特徴は、中国の未確認動物である野人と一致しているとの指摘もある。南宋時代の小説集、エビス・ケンジには、私頭のあやかしと題し、以下のような話がある。ある、谷川の岸に、夜になると、男が現れ、川を渡ろうとする者を背負って、向こう岸に渡していた。人が理由を尋ねても、 これは、自分の発言であり理由はないと、首相に返事をしていた。高圧私立という単有な男が彼を怪しみ、同じように川を渡してもらった3日後、お礼に自分がその男を渡そうと言い、拒む男を無理に抱えて川を渡り、大石に投げつけた。悲鳴を上げたその男を、松明の明かりで照らすと、男の姿は、ザルに変わっていた。ザルを殺して焼くと、その周期は、 数理にまで届いたという。新異業によれば、正方にいる、はロバほどの大きさだが猿に似ており、メスばかりで、オスがいないので、人間男性を捕らえて成功してこうはらむとあり、猿に類するものと考えられている。日本では、江戸時代に猿が、日本国内にもいるものと信じられ、同時代の類書、和漢三歳図絵」に、の名で説明されており、同行の中で、日本の日だ。 ミノの宮山にいる妖怪、クロンボウの名を挙げ、思うに、これは、覗くだろうかと述べられている。クロンボウとは黒く大きな猿のようなもので、長い毛を持ち、立って歩く。人号を介する上に、人の心を読むので、人がクロンボウを殺めようとしても、クロンボウは素早く逃げるので、決して捕らえることはできないという。また、日本の江戸後期の随筆、京和雑記にも、 クロンボウの名がある。それによれば、ミノコクネオの泉所川に住む、女のもとには、夜になると、幻のような、怪しい男が訪れ、しきりにちぎろうとしていた。村人たちはそのものを追い払おうと家を見張ったが、見張りのいる夜には、現れず、見張りをやめると現れた。そこで、女は鎌を隠し持っておき、 例の男が現れるや、かまで切りつけると、男は狼狽して逃げ去った。村人たちが結婚をたどると、それは、全米という木こりの家の元を通り、山まで続いていた。全米の元には、以前からクロンボが仕事の手伝いに来ており、それ以降はクロンボが現れなくなったため、この事件は、クロンボの仕業と言われた。共和雑記の著者は、これを、 本造項目にあるザルに類するものとし、その特徴について、和漢三サイズエとほぼ同じことを述べているため、今日は雑記は、和漢三サイズエを参考に書かれたものと見られている。しかし、和漢三サイズエでは前述のように、覗くだろうかと書いてあるに過ぎないため、クロンボーとザルを、同一のものとは言い切れないとの指摘もある。日本の江戸時代の絵師、鳥山石燕による、 妖怪画集、本弱が届く百鬼でも、ザルの姿が、サトシとして描かれており、本文中には、黒ボ坊のことが、ヒダミノのみやにありと述べられている。図説日本妖怪大全などの水木しげるの著書では、黒人坊の名で記載されている。ありがとうございます。